ダルビオールは、カタルーニャ州タラゴナ県にあるムニシピオ、バッシカム郡に属している。自治体公式名称は、カタルーニャ語のエル・アルビル、カスティーリャ語名は定冠詞のないアルビル。カタルーニャ統計局によれば、2012年の人口は459人。歴史家のアンリーク・ムレウレイによると、自治体名は、ラテン語のアルビアルーに由来する。しかしながら、 それ以前からこの地に人々が居住していたはずであるが、1158年以前にこの地名に言及した文書は発見されていない。この地の初期の支配者については、わずかな資料しか残されていないのである。1158年バルセローナ・ハクラモンバランゲー4世が、この地の再入植を促すためにジュワンダ・マルトゥレルに与えた。その後マルトゥレル・タラゴナの神学校に入会し、 この地についての権利を譲った一部はタラゴナの主教団に残りはウークダ・サルバ両主教のもとに委ねた1198年この地についての権利が聖職者全体会議において承認された教区教会は1791年建てられサンミケルに検定されている建物は側面に礼拝堂を複数持つ唯一の振動で構成されている 18世紀政策の多色彩色彫刻の成人像を保持している。他には1194年には言及のある古い城跡が残されている。現在、城壁の一部、城、塔などの遺構を見ることができる。9月にサンミケルの祭日に合わせ、自治体で最大の祭りが行われる。ラルビオルの主要な経済活動は農業である。主要な作物は、ブドウと、 ヘーゼルナッツでオリーブがそれらに次いでいる。また、プラチナ、銀、鉛などの交渉が発見されているが、まだ発掘されていない。ありがとうございます。